と、先生にとってやりがいを感じる瞬間とはどういった時でしょうか？僕がやりがいを感じる瞬間は、引っ込み思案だった生徒さんが自分から質問をしてくれるようになった時です。そんな生徒さんがさらに質問をすることに慣れてくると、どんどん自分の疑問点を話してくれるようになって、それが結果につながっていくので、そうして結果が出た時に生徒さんが喜んでくれることがすごく嬉しいです。箱崎校には気軽に質問に答えてくれる先生方もたくさんいらっしゃいますし、明るい雰囲気で頑張っています。ありがとうございました。